気の中からこんにちは。今回はスペイン・マドリードへ。マドリード近郊の世界遺産を巡ります。まずはマドリードで一泊して旅のスタートです。皆様おはようございます。ここはアトーチャ駅です。これから電車に乗ってトレドへ向かいます。駅内に入る前に荷物チェック。チケットは事前購入済み。当日も買えましたが、朝の便は人気でいっぱいでした。ベンチに座って電車を待ちます。電車出発15分前にホームが提示されます。駅内には軽食が売ってます。無料トイレもあります。ようやく乗る電車が到着。見た目は新幹線みたい。30分遅れで出発しました。1時間でトレド駅へ到着。トレド駅から中心部までは徒歩約20分。おしゃれですね。トレド中心部が見えてきました。トレドは古代ローマ時代から要塞都市として栄えた町。世界遺産にも登録されています。それでは中の方へ入っていきましょう。周りは山に囲まれていて、自然豊かで空気が美味しい。門も立派ですね。ここで注意点が一つ。入り口はここじゃなくて、右手の細道を進んで、なだらかな道を少し歩くと、駐車場の横にあるこの門に行ってください。エスカレーターであっという間に中心部まで行けます。エスカレーターを上がると、空気もいいし最高だ。結構高さありますね。先ほどのエスカレーターから少し坂を登ると広場へやってきました。ゴドベル広場。ここでトレドを走る汽車のチケットを購入します。乗車したらオーディオの日本語を選択。まず見えてきたのは軍事博物館。中には武器、衣装、ローマ時代の遺跡まで見ることができます。トレドで一番目立つ建物。
アルカサル。16世紀に建てられた宮殿です。トレドの町はキリスト、ユダヤ、イスラムなど異なる宗教文化が混在する独特の町並みが特徴。町を眺めるだけで楽しいですよ。町中を走った後はくぐって町全体が見渡せる展望台へ向かいます。門もとても立派ですね。ミラドール・デル・バイエという展望台です。最後は太陽の門を横切ってツアーは終了。今度は町散策です。細い路地ってワクワクする。次の目的地に到着しました。トレド大聖堂。チケットを購入して中へ入ります。ここはスペイン全土のカトリック教会の総本山。とにかく中がめちゃくちゃ豪華。一番有名な主祭壇の彫刻、残念ながらミサの真っ最中で柵越しにしか見えず、これにしてもすごい装飾の数々。トレドに来たら絶対見てほしい。天井画も素晴らしい。主祭壇の裏手、壁に描かれた絵画もすごい。どこを見ても圧巻、素晴らしかった。ステンドグラスは約750枚、美しくて息を呑む。ちなみに床は総大理石です。ここで時間切れ、帰りの電車があるので駅へ戻ります。歩くのが嫌な人は駅からバスもありますよ。マドリードへ戻ってきました。トレドよかった。マドリード中心部へやってきました。トレドで観光してたらお昼を食べ損ない。サンミゲル市場へ。様々なタパスが楽しめます。スペインといえば生ハム。
種類も豊富。お腹空きすぎてどれも美味しそう。ただものすごい人混み。子連れでは難易度高め。結局近くの座れるラーメン屋へ。日本のイメージはこれかな。やっと座れた。中好きすぎて唐揚げもペロリ。最高に美味しかった。マドリードに来たので少しだけマドリードの観光も。柵の奥に見えるのは王宮。外部は残念ながら撮影禁止。1734年に着工し、歴代のスペイン国王が住居として使った宮殿。中はとにかく豪華です。この向かいにあるのがアルムネダ大聖堂。王宮正面入り口はミュージアムの入り口で有料です。道路側の入り口が無料ですのでご注意を。1993年に完成した新しい大聖堂です。その横には人だかり。ここからマドリードの景色が楽しめます。山に囲まれた街ですね。次回へ続く。